ネットだよ。ママだよ。ソニーじゃだよ。はい、今日は平井農園のいちご狩りに来ました。いちご狩り、甘いのいっぱい食べちゃう。こんな感じになってます。いっぱいビニールハウスがあります。やばい、甘いの食べちゃうよ。じゃあ行ってみます。ちなみに今日のケースはつけてないで。目標50個。はい、行ってみよう。トマトのいちご狩りに来たんですけど、なんかトマトもあったんで、トマトの珍しいです。なんか、あ、本当だ。なんかあっちにドレッシングあった。ねえ、やばい。これあなた食べてみて。チョキン。おお、はい。いける？食べて。いける？いただきます。私は先にいちごが食べたかったです。うん、甘い。甘いトマト。へえ。向こう側みたいな。これ赤い。これ赤い。あ、じゃあ取ってる。これ赤い。これどっからちぎる？そう、実を持っとかんとピタッと下に落っこっちゃう。実をしてから。はい、なんか全然酸っぱくない。ヘタ取んなきゃ。取れた。おい、甘い。めっちゃ甘い。めっちゃ甘いよ。ここもいちごだよ。サガホノカとベリーとか言ってたの。でもやっぱ甘おうじゃない。一番どこ？おお、ここはこんなのやってる。どこ？通路の奥を進めてください。うわ、これすごくないか。これ食べて。でっかくない？カレーすごくないか。それいい。甘おう。またでかいの。ちょっとそらして。フォトコンテストやってるからインスタ撮ります。みんな見てね。ん？めっちゃ甘い。何これ？あ、食べた。もう甘い。うまっ。これから映える。それ取って、それでっか。これ映えるやん。ここのここクシクシ連射したよ。クシ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 。チョキ。私にも食べさせて。パク。食べた。でかすぎて一口で食べれない。めっちゃ甘くない？これ甘すぎ。何これ？一粒がでっかい。ねえ。でっかい。こっち向かないで。そしてこっち見せて、その食べたところ、まあ、中まで赤いです。あんたのさ、めっちゃ甘い。で、あなたのインスタもさ、撮ればいいじゃん。これやばいでしょ。どういう風に撮りたいの？写真撮ってあげる。あ、これちょっと待って。これね、なんかね、いちごにピントあって下がボケる。あ、なるほど。
どうだろう。で、どうすると2個持ってどういうふうに取る。で、これね、私的な取り方は、うん、こんな感じです。イエーイ。チャンネル登録よろしくね。はい、じゃあ今度香りの食べてみる。甘い、硬い、酸味はなくて、ジューシー。ちょっと待って、ここに書いてある。香りので食べてみます。うまーい。どう？私、甘い方よりこっちの方が好きかも。中までちょっと。これ甘いっすよ、こっち。香りの。中まで結構赤いね。うん。甘い方より美味しい。でもなんかちょっと酸味があるかな。やばいね。香りのめっちゃ美味しいです。ベニホッペ。もうそう言って出さない。はい、ベニホッペを使っています。これいけるかな。うん、じゃない。ベビタップ。赤いの。さあ、評論家。これはベニホッペ。いちご評論家。いちご評論家の。あそこ。これまた酸味がすごいある。酸味があって、これ酸味があって、なんかジューシーって書いてありましたけど、ジューシーでしょうか。ジューシーなの、どれもジューシーです。これまた酸味があって、どれだね。まあ、うん、うん、美味しい。ここは佐賀ほのかで、佐賀ほのかなんかでは 甘さもジューシーさも酸味もないんですけど、そうだっけ、佐賀ほのか。佐賀ほのかってよくスーパーで売ってるやつだよね。赤いの。うん、この辺どう？これいいんじゃない？なんかさっきね、ちっちゃいのが赤いの。佐賀ほのかで。あ、でもこれ好き。あ、でもなんかよくバーバー出てくる。ね、甘くない。スーパーのイチゴだ。甘くないよね。うん、でもこれがなんか私らの定番。イチゴって感じ。定番。うん、ね。よくバーバー買ってくるスーパーのイチゴ。はい。シーベリーで。これ甘さも酸味もある。甘い。赤い。中赤いんだ。ちょ、甘い。ここねえわ。強い。つやつやの発見しました。みんなここに来るんですよ。
こいちごジュース、うん、口に含んだ途端ジュワーッと出てきて中も溶けちゃいます。見てくださいこれ、何これ、このツヤツヤしたこれ、はい、これこれ、うん、いちごちゃん、うまっ、いちごちゃんになるの、でかー、いちごフェチ。でもそろそろお腹いっぱいになってきたかな。うん、もうお腹結構お腹いっぱい。あ、このジューシーさが。まあでも2000円分ぐらい食べたかな。もうちょっとだね。まあでも、あまおうってさ、500円、600円ぐらいするね。そうだよ。10個ぐらい、10個も入ってないかな。うん、するする。ここにも甘おがいます。星のきらめき、とちおとめ。さあ、キキイチゴ、さあ食べてみて。せーの。これは？これ？うん、多分あのなんだっけ、あれ、なんとかの。2番目に食べたやつ。なんか色がそうだよね。なんとか。四つ星。なるほど、あそこにおふくに答えが書いてある。さあ、初級答えをめくってね、名前を忘れたけど、何だったっけ、なんとかのだったよね。正解なんでしょうか。アマオアマオは分かるとか言ってたんじゃなくて、アマオなの、はい、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。で、ちょっと待って、いちご何個食べましたか。30個ぐらいです。おもちゃも30個。どれが一番美味しかったですか。アマオ、アマオ、アマオ、アマオめっちゃ美味しかったです。はい、いちごマニア。なんかフォトコンテストっていうのをやってました。平井観光農園の、はい、インスタも出しましたので見てね。あとツイッターもガンガン上げてますので見て、TikTok も上げてますので見てください。で、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。じゃあ、はい、せーの、バイバイ。じゃんじゃんじゃん、イエーイ。